こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今もしかすると、朝鮮半島ではこれから大きく変わろうとしている。北朝鮮主席の重病説による崩壊か、それとも大きく発展するのか、不透明な部分は多く残っている。それにミサイル発射を繰り返す行動にはいささか疑問も感じる。一方、韓国ではこれから大きな転換期となる。日米との連携を強化するのかは不透明となりつつある。韓国国内ではそれ細大きな問題とはならない。中国側によっている状況に感じてならない。レーダー照射問題のこともあるので、韓国軍を同盟国と信頼するにはいささか手遅れ状態とも言えよう。忘れてはいけない、レーダー照射問題、未だ解決されていない状況。この時を思い出してほしい。では、レーダー照射問題の現在を紹介していこう。2020年4月15日に実施された韓国の総選挙では、当初の大型の輸送を覆して、さまざまな反日的言動を繰り返す現文政権が、世界的なコロナウイルスショックの波を背景に記録的勝利を収めた。これは当初は形勢不利が伝えられていた与党の文政権が、ヨーロッパやアメリカなどの欧州を中心に感染拡大が続く、コロナウイルス対策に対し一応の封じ込め策に成功した点が追い風となった模様だ。こちら側から見れば、ホワイト国からの除外への対抗策として日本製品の不買運動や、2018年12月に発生した韓国軍艦艇からのレーダー照射問題などを起こしてきた文政権の継続には冷ややかな見方が多い。これ以外にも、国際観艦式における海上自衛隊艦艇への朝日旗掲揚禁止申し入れなど、枚挙にいとまがないほどの反日対応を見せ続ける韓国だが、やはりレーダー照射はその中でも別格だと思える。なぜならば、仮にも韓国も日本もアメリカを相手とする軍事同盟を結んでいる、いわば同じ側に立脚する立場の国同士にもかかわらず、攻撃準備と見さすことのできる挑発行為に他ならないからだ。そもそも、このレーダー照射問題について、すでにしばらく時間が経過してしまったが、いかなる問題であったのかについて振り返ってみることにしたい。まず事件が発生したのは、2018年12月20日で、韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンが海上自衛隊の P1 哨戒機に対し火器管制レーダーを照射したというのがそのあらましだ。この火器管制レーダーは STIR と呼称されるものであり、極細のレーザーのような電波を主に航空機などの対象物に対して照射することで、その飛行状態を捕捉し連携する兵装で撃墜を行う装置である。
今回の韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンは、この火器管制レーダーの統制下にシースパロー艦対空ミサイルを装備しており、その標的とされたことを意味している。これが通常よく耳にするいわゆるロックオン状態であり、駆逐艦クアンゲトデワンにその気があれば海上自衛隊の B1 哨戒機に向けてミサイルを発射できる危険な状態だったのだ。過去には同じように中国海軍艦艇から自衛隊機がレーダー照射を受けた事件も発生しているが、こちらも危険な行為とはいえ、そもそも仮想敵国である相手から行われた行為であることから、まだ起こり得たとも言える。しかし、日本は韓国を仮想敵国とみなして羽織らず、向こうから一方的にそう考えられている状態とはいえ、仮にも同盟国の同盟国に対して軽々に行うような行為だとは到底言えないだろう。しかもこのレーダー照射について日本側が抗議すると、最初は火器管制レーダーの使用そのものを実施していないと反論しながら、時が経つと海上自衛隊の P1 哨戒機が危険な飛行で挑発したと主張を変えていった。そもそもこのレーダー照射事件が発生したのは日本の排他的経済水域内であるが、なぜそこに韓国海軍の大型の駆逐艦クアンゲトデワンがわざわざ出向いていたのかなど不自然な点が多い。韓国は駆逐艦クアンゲトデワンは北朝鮮の遭難船の人道的な捜索救助活動を行っていたとし、海上自衛隊の P1 哨戒機が挑発的に危険な飛行をしてきたと主張している。ちなみに、駆逐艦クアンゲトデワンは韓国海軍初の国産の駆逐艦であり、基準排水量3200トン、全長 135.4メートル、全幅 14.2メートルと海上自衛隊のイージス艦に比べれば比較的小型と言える艦艇だ。しかし純然たる水上戦闘艦たる駆逐艦であり、このような軍艦が北朝鮮の遭難船の救助にわざわざ出動することがあり得るのかどうかも含め、不自然な点が多すぎるとしか言いようがないと感じられる。うがった見方としては、今や世界中が警戒している北朝鮮の背取り行為を補助していたのではないかと指摘する声もあり、これが海上自衛隊の P1 哨戒機を現場から遠ざようとした理由だとも囁かれている。これが事実かどうか、結局のところはっきりとした検証は不能だが、文政権が見せる北朝鮮への融和的な姿勢からは、そうした指摘があながち的外れではないかもしれないとすら感じられてしまう。個人的には駆逐艦クアンゲトデワンのレーダー照射は、一部の韓国軍人たちの暴走が招いた事象ではないかと思えるのだが、
そこには、日本を執拗に敵視する思考が根底にあるように映る。韓国は、原子力潜水艦や航空母艦の保有を欲している様子だが、そうした軍備を企図している背景には、北朝鮮では、なく日本を仮想敵国と、想定した場合に必要性を説く論調が漏れ聞こえてきているからだ。